今日もお疲れ様でした。今日はね、すっごく楽しみにしていたものが届いたんです。台湾幸福セットという、あの話題の台湾カステラと、それにルーローハンと牛肉麺の具がセットになったものです。このお取り寄せした台湾幸福セットをまずは味わってみたんですけどね、とっても美味しかったので自分でも再現調理してみました。今日作ったのはチーズを入れたチーズケーキ風台湾カステラです。家族にはこのチーズケーキ風の方がプレーンよりも好評でした。レシピと作り方を紹介するので、ぜひ最後まで見てくださいね。まずお取り寄せの台湾カステラ、プレーンタイプとクリームを挟んだタイプの2種類入っていました。プレーンの方は電子レンジで温めて食べてみたのですが、温めるとふわふわ感が増して甘みを感じにくくなります。甘さは控えめな感じです。生地のキメがすごく細かかったです。もう一つのクリームを挟んだタイプは冷蔵庫でよく冷やした状態で食べてみました。これもすごくキメ細かくて、見た目のボリュームの割に軽い感じなので、いくらでも食べてしまいそうです。これはぜひ自分でも作ってみたいということで、早速作ってみようと思います。まず型を準備します。型はパウンド型やバットを使ってもいいんですが、今日は私の地元広島で行列ができる店、バターケーキの空き箱を利用して作ります。まず紙の箱をアルミホイルで包みます。内側にはオーブンペーパーを敷きます。これで型の準備ができました。次は材料です。材料は卵が6個、冷蔵庫で冷たくしておきます。砂糖はグラニュー糖にしました。メレンゲっていうのをあんまり作ったことがないっていう方は、精製度の高いグラニュー糖を使うとうまくいきますよ。油は一般的なレシピには太白ごま油というふうに書いてあるんですけれども、植物油で無味無臭にしてある油ならいいと思うので、今日はこちらの菜種油を使いました。それから牛乳、クリームチーズ、パルメザンチーズはこちらのものが1袋 40g 入りなんですけれども、これを全部使って作ります。その他薄力粉が必要です。準備することや手順は概要欄にも書いておくので見てくださいね。卵は卵黄と卵白に分けましょう。この時卵が冷たい方が綺麗に分けやすいんです。で、こんな風にね、卵を6個も使うっていうと、もしかしたらスーパーで安売りになってる卵を買ってきて作ろうっていうこともあるかもしれませんよね。お安くなってる卵は大抵 L 玉だと思うんですけども、これって実はだいぶおばあちゃんになった鳥の卵なんですよね。知ってました？おばあちゃん鳥の卵はだんだん殻が薄くなっていきます。機会があったら食べ比べてみてください。若い鳥が産んだ卵は小さいけど殻がしっかりしています。なので L 玉を使う場合は殻が割れやすくて卵黄が割れてしまうこともよくあります。これからメレンゲを作っていくんですけれども、メレンゲには卵黄が少しでも混じると泡立ちが悪くなってしまうので気をつけてくださいね。他にもボウルやホイッパーに油分がついていたりとか、砂糖が黒糖や三温糖のように精製度の低いお砂糖だと同じようにメレンゲの立ちが悪くなります。6個分を分けたら、卵白の方は直前まで冷蔵庫で冷やしておきましょう。パルメザンチーズをブンブンチョッパーで細かくします。ブンブンチョッパーはよく玉ねぎなどをみじん切りするときに私が愛用している便利グッズです。チーズを中に入れて紐を引っ張ります。何度かブンブンっていう風にして、このくらいの細かさになったら OK です。台湾カステラは材料の準備がちょっと多いんですけれども、油と牛乳、今回はクリームチーズも温めておきます。油は熱伝導の良いアルミとかステンレスのボウルに入れて、このように口の広いフライパンのような鍋の上に浮かべておきます。お湯が沸騰してくる頃に一度温度を測ってみるといいでしょう。60度ぐらいがいいと言われてるんですけれども、60度っていうのはね、結構熱いんですよ。だから指を入れると油はね、火傷してしまいます。お湯が沸騰し始める頃に湯煎から外しても油の温度は急激には下がらないので、このまま置いておきます。続いてクリームチーズ、ここに牛乳も入れて同様に温めます。牛乳はタンパク質が固まらないようにしないといけないので、40度から50度ぐらいになれば大丈夫です。これで大体の下準備ができました。あとはオーブンを170度に予熱しておいてください。温めた油に粉をふるい入れます。混ざったら牛乳とクリームチーズを合わせたものを 2,3 回に分けて加えて、その都度よく混ぜます。
混ざったら次は卵黄を1個ずつ入れていきます。1個卵黄を入れるためによく混ぜてくださいね。6個分を入れ終えてしっかり混ざったら、これはそのまま置いておきます。メレンゲを立てます。冷蔵庫に入れておいた卵白を取り出してきて、まずは塩を少々加えます。これは新鮮な卵でよく冷えていると卵白ってポヨンとしててほぐれにくいですよね。塩にはタンパク質を分解する働きがあるので、最初に塩を加えてから立て始めると少しですがメレンゲが早くきめ細かく立ちます。特にステンレスのボウルを使う場合は、こんな風にボウルを傾けて、あんまりボウルの縁にガチャガチャとビーターが当たらないようにしましょう。しっかり立ったら砂糖を 2,3 回に分けて加えていきます。その都度よく混ぜてください。砂糖を加えることでメレンゲが安定します。なのであんまり立ってないうちに砂糖を入れちゃうと綺麗なメレンゲにはなりません。全部の砂糖が入ったら、どのぐらい経ったか時々ビーターを止めてすくい上げてみてください。台湾カステラはあんまりピンと角が立つほどにしてしまうとうまくいかないので注意しましょう。良さそうだなと思ったら、最後の1分ぐらいは一番低速にしてキメを整えます。できたらあとは卵黄の生地と合わせます。最初にメレンゲを卵黄の生地のボウルに入れて混ぜます。それからメレンゲのボウルに戻し入れるような感じで泡を潰さないように混ぜましょう。混ざったら型に入れます。それから今回は紙の箱を、アルミホイルに覆っているんですけれども、念のためバットの上に乗せます。天板に布巾を置いて安定させておいてから、天板にお湯を注ぎます。お湯はあんまり熱くない50度ぐらいのお湯を注ぎました。そしてオーブンは170度に予熱をしておきましたが、これはオーブンに入れるときに庫内の温度が下がることを想定しています。だから焼き始めるときは160度にして約50分焼いてください。そして焼き上がりはこんな感じです。ちょっと揺すってみるとフルフルっとしているのがわかると思います。熱いうちに食べたいときは包丁なんかは使わないで手でちぎってください。その方が生地が潰れないので、ふわふわのフルフルの台湾カステラを味わえます。お取り寄せの台湾カステラと違って、見た目は悪いかもしれませんが、もう食感が全然違います。見た目のボリュームの割に軽いので、あっという間に食べてしまいそう。プレーンな台湾カステラも作ってみたんですけれども、このチーズケーキ風の方が美味しいです。皆さんもぜひ、お取り寄せも美味しいですけど、一度は自分で作るのにもチャレンジしてみてくださいね。今日は台湾幸福セットの中の台湾カステラを紹介して、私が自分でチーズケーキ風台湾カステラを作ってみました。またお取り寄せした美味しいものを自分でも作ってみようと思います。チャンネル登録お願いしますね。そしてまた見に来てくださいね。